赤備え。赤備えは、戦国時代から江戸時代にかけて行われた軍団編成の一種。構成員が使用する甲冑や旗差し物などの武具を赤や守護主体とした色彩で整えた編成を指す。戦国時代では、赤以外にも黒色、黄色等の色で統一された色備えがあったが、当時の赤色は高級品である新車で出されており、戦場でも特に目立つため、 赤備えは特に武勇に引いてた武将が率いた精鋭部隊であることが多く、後世に武勇の誉れの象徴として語り継がれた。赤備えを最初に率いた武将は甲斐、武田氏に仕えたオブトラマサとされ、以後赤備えはもっぱら甲斐武田軍団の代名詞とされる。武田信玄率いる武田軍の赤備えを最初に率いたのは後世に鉱山の猛虎とも歌われたオブトラマサで、 騎兵のみからなる、騎馬部隊として編成された。もともと朱色は、侍の中でも多くの首を上げた者にのみ大名から、賜る者だった。そこで、事業は、父からは譲られず自らのやり働きで稼ぐしかない、各武将の次男たちを、朱色で統一した赤、備えの部隊に組織化、現代風に言えば切り込みたいとして組織した。1565年、A68 年に、 虎政が吉信事件に連座し切腹すると、虎政の部隊は彼の弟、老い友とされる山形正影が引き継ぎ、同時に赤空へも継承したという。虎政、正影の両者は、紅葉軍艦において武勇に引いてるとともに、武田屋及び武田軍の中心として活躍した武将として記されており、両名の活躍が赤空への価値を高めたと言える。また、 軍艦によれば、武田屋中では、正影と共に、小畑信貞、浅利信種の2名が、赤備えとして編成され、総勢戦記だったという。発給文書においては、1572年、元気3年戦5 7 4年、天正2年の武田信とよあ宛武田家衆院場など、武田氏の軍政において、武具や兵装に関する規定が存在していたことを示す、文書が見られる。 元気三年文書では、武田信玄は信豊に対し装備を、朱色で統一することを、独占的に認めており、天章二年文書では、武田勝頼により、信豊の一手衆が黒出立を使用することを許可、されており、これは、公用館や、信長後期の流しの合戦時における記述と、符号している、武田軍では一手衆ごとに色彩を含めて、 形装の企画化が整えられていたと考えられている。武田の赤備えが強かったため、赤備え隊イコール精鋭部隊、または最強部隊というイメージが初代名の間で定着したと言われる。その後、真田信繁、雪村や徳川精鋭部隊の井い直政が赤備えを採用たことでも、この事実が読み取れる。1615年、慶長20年、 大阪夏の陣において、真田信繁、雪村が、自分の部隊を赤備えに編成した。配色濃厚な豊臣氏の誘いに乗って、大阪城に入った、信繁の真意は、恩賞や、加盟回復ではなく、徳川家康に一泡吹かせて、真田の武名を天下に示すことだったと言われている。武田家由来の赤備えで編成した真田隊は、天皇寺口の戦いで、 家康本人を攻撃し、三方ヶ原の戦い以来と言われる、本陣突き崩しを成し遂げ、真田日本一の平意西へ寄りの物語にもこれなきゆと、三藩九憩雑録、島津屋に称賛される活躍を見せた。絵画としては、唯一、黒田長政が、大阪夏の陣図屏風、黒田屏風に、赤園への真田勢を、家臣の黒田一世に命じて描かせている。ただし、 真田氏で赤備えを導入したのは新綱が最初ではなく、真の父、真田正幸が存命中の文禄二年に、豊臣秀吉から武者戦を命じられた真の兄のブはいつものことく赤武者、赤備えたるえく、刺し物は赤ねという指示を家臣に出しており、すでに文禄年間には、真田氏は少なくとも、甲冑と刺し物には赤を使用していた。武田氏滅亡後、 本能寺の変による、武田医療争奪戦、天正神後の乱を経て、会は、徳川家康によって平定されるが、その折に、武田医師を配属されたのが徳川四天皇にも、数えられる、井伊直政である。武田の赤備えを支えた、山形隊の旧臣たちも直政につけられ、これにあやかって、直政も、自分の部隊を赤備えとして編成している。井伊の赤備えは、小牧。 長くての戦いで先方を務めて奮戦し、E の赤鬼と呼ばれ、恐れられた。以後幕末に至るまで、いい家が治めた彦根藩の軍曹は、足軽まで赤備えを持って、基本とされた。大阪の陣の折、り、家康が、軍曹のきらびやかないいな隆隊を見た平和な時代で、堕落した赤備えを嘆いた。その中で使い古された具足を身につけている者たちを、発見し、あの者らは、 甲州からの過診団であろうと言い、確認が取れると、あれこそが、本来の赤ぞないと言ったという。アメリカの黒船艦隊来航に備えた相模湾から、江戸内海の警備でも、E の赤ぞないが出陣している。1853年、嘉永六年6月3日の裏が来航の様子を、描いた、ペリー裏が来航図に、彦根勢の赤いジンバオリや旗刺し物などが、描かれている。 1866年、慶応2年の第二次長州征伐では、井いなおり率いる彦根藩が、芸州口の戦法を務めた。長州藩のミニ英ーに対し、彦根藩は赤備えに、ひ和銃という古来から伝わる兵装で挑むが、小瀬川を渡ろうとしたところを、長州軍、石川心を率いる遊撃隊のアウトレンジ戦法を受け一方的に、敗れる。この 赤備えであったことがかえって格好の的となり、夜間にもかかわらず、長州軍の狙撃を容易にした。このため、彦根藩兵は、由緒ある鎧を脱ぎ捨てて逃走した。この後、1868年、慶応四年1月のとば、伏見の戦いでも彦根藩は、幕府軍の戦方として出陣数も大敗し、寝返って官軍に着いた。この時、 いい体に属していた兵の全員が象徴とも言える赤備えの兜や鎧をはじめとするすべての装備品を脱ぎ捨てたという。なお、上述の初代彦根藩主、イい,い直政と、安政の大国と桜田門外の変で有名な十五代彦根藩主、大老、イい,い直おは赤備えにちなみ、イい,いの赤鬼と呼ばれた。また、滋賀県彦根市のマスコットキャラクター彦根ンの兜は、 E の赤備え伝来品をモデルとしており、その兜の様式、天付脇立ちは、彦根藩主のものと同じとされる。江戸幕府においては、将軍が外出する際の護衛を担当した、古十人組の旗本が、朱色の甲冑を用いていた。それらは、個人の所有物ではなく、幕府から貸与されたもので、いいや同様に、武田の赤備えに藩を取って制定されたという。 カッの様式は全体を主に塗り込ん糸すがけ糸し、銅を中心として、C 形カタチと、猿棒ボウ、鎖ごて、ハ立てテおよび徳川や旗元の合印である、金輪抜きの前物が付属した。なお、袖やすねあたりはつかなかった。広島藩主の福島正則は、廃下の20期の精鋭武者に、赤坊主と呼ばれる、種塗りのカッを着せていたが、1619年、現那5年に、 広島城無断修理の都がで行為の藩に、原違法されたことで、赤坊主二十両は生息の妻、牧野安成の娘、小泉が、実家の牧野家に戻るとともに、同家へ引き取られ、後にそのうち五両が、余いた半分地に伴い牧野安成へ譲られ、さらに、牧野安成の小室藩違法により、同地に伝わることとなった。 現存する赤坊主として、小室藩時代におかって、雇用多子を務めた、与田千恵門家が所有していた一両、朱塗り婚糸井二枚道具足を、小一律郷土博物館が所蔵しているが、甲冑研究家の三浦一郎は、その形式から、当該鎧の実際の製作年代は生息の、生前ギリギリと見なければならないとし、元来は別物だった部品が混入していると、推定している。 あと、北条氏には白、黒、赤、青、木の五色の色備えがあり、赤備えを、北条綱高が担当した。太郎は白色を、北条玄安と上代の笠原新ため、黒色を、大梅本忠、青色を、富永直勝、黄色を、地王山田で有名な北条綱重とより、木の間宮、安都氏がそれぞれ担当している。また舞台ではないが、同じく、北条氏の武将で、 薄い城の攻防戦で、朱色の甲冑を着て活躍した松田康志号がおり、上杉謙信に、岩船山に、赤鬼の住むと沙汰しけるは、一定彼が異なるべしと感嘆されている。長篠の戦いで活躍した尾ば大頭の赤備えも、有名。関西において、丹波の赤鬼と呼ばれる赤井直政や、黒田浄水配下の黒田24期の中にも、菅馬沙敏と、 井口義次に、朱色の甲冑や調装を許された猛将がいる。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。